らなかったですね。これからの私たちの消費行動について話したいんですけど、まず家電製品なり食品なり、あとは家具なり、私たちが買いたい欲しいと思っているものっていうのは、インターネットの登場によって、情報がありふれて、より詳しい商品の情報、利用者の口コミとかね、そういうのを見て、この商品にした方がいいのかな、こっちの方がもっと壊れにくそうだし性能良さそうだし、こっちにしようっていうのをインターネットで確認した上で家電量販店で買うようになってきています。そういうふうに知識を得てる層っていうのは 46%、 逆に使ってない人が 41%、 家電量販店に行って、店員さんに話を聞いて、これどういうやつなのっていうやつを詳しく聞いていく。で、それで、あ、じゃあこれ買いますって検討する。で、これは2011年までのデータなんですけど、だから今はもっとネットで情報を得た上で買い物をする、もうコストパフォーマンス重視、安くていいもん安くていいもんって感じで買い物をする。だから当然店の利益率って悪いわけだし、家電量販店の高いな、でもネット安いな、じゃあこっちで買おうってアマゾンで買うみたいなね、時代になっちゃった方がいいじゃないですか。だからどん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 そういう家電量販店の店員さんね、給料カットされるか、もしくは人件費を少なくするために人を雇わないとか、そんな感じになっていって、どん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 非正規雇用の人からカットされていくって時代になっちゃったかなって思うので、一度こういう本読んでみるとね、将来がもしかしたら分かるかもしれませんよ。それでは。